はい、えそんな中ハライチョン対案的に気になったニュースは、うん、クレイジーピノコンテスト開催何これロングセラーのアイスピノといろいろな食材を組み合わせて新しい味や食べ方を見つけるコンテスト、うん、動画で投稿してエントリーできるということで、うん、8月20日まで、うん、え応募,応募、うん、してるはあ<ー>、うん そっかピノと言ったらやっぱこの番組で岩井先生じゃないですかまあ私はねかつてやっぱりあのお風呂の中であのピノをね食べててでもあの6個は食べきれなくて1個お湯に溶かすっていうクレイジークレイジーピノピノブロをねピノブロねやりましたけどもこれをクレイジーピノとしていきましょうかじゃあこれ色食材組み合わせて新しい味ゃ食べ方なんでね コンもう本当に新しい味や食べ方を見つけるコンテストなのにピノフローに溶かしてそれに入るってのを送っちゃってのが一番クレイジーにまあまあねああ消滅させてるからねああピ,ピノをねこれでだからもう本当にクレイジーピノコンテストとか行って本当に食べ方を送ってるやつはクレイジーなやつじゃねえよこんなやつらは確かにねああ土に埋めちゃうと <laughs> <laughs> クレイジーピノコンテスト見てくださいっ,ってああそう1個余ったんでうん

カレーとか焼きそばとかクレイジーだね私は先日何時間ウォーキングをしましたとかいうのを送ってたもう意味わかんないもう本当にアートになっちゃって全部クレイジークレイジーアートみたいになっちゃってクレイジーさをちょっと追求しすぎてねピノがやっぱピノ関係だもピノを入れないとダメですからねどうなるのかちょっと楽しみですねということで今週もよろしくお願いします いろんな食材を組み合わせて新しい食べ方を動画になんか投稿するクレイジーピノコンテストっていうね、コンテストニュースをね、紹介しましたけども、それで岩井さんがね、ピノをこう土に埋める動画はどうだとか、あとはもう関係ない、美味しい焼きそばの作り方みたいな動画を投稿したらどうだとか、本当のコンテストではこうちょっと採用されないアイデアばっかりね、岩井さんおっしゃって。名も回す動画でもいいんだから。 クレイジーピノコンテスト、ね。まあね。あ<ー>ちょっとまあピノがベーゴマの形っぽいからまあ、ちょっと近いはあるしね,ね。で、それに影響されたリスナーからちょっとメールがね、はい、届いておりますよ。うんえー、ラジオネーム、モグラは臭い。先週からあ番組でクレイジーピノコンテストよりクレイジーさに重点を置いた、うん、クレイジークレイジーピノコンテストが開催されると聞いて <laughs> メールを送りました。はい、僕だったらピノをたくさん集めて合体させて、うん、パルム並みの大きさにしてから食べようと思います。<laughs> これは優勝できるでしょうかああ、いいね。いいね。これはクレイジーだね。これはでも、これはでもクレイジーピノコンテストでいけるでしょ、うん、多分。いや、いけるいける、これは。多分ね。うん、これはもう合体させて。合体させて。で、パルム並みの大きさにして、うん、パルムうめーって言いながら食べ <laughs> <laughs> もうピノを忘れちゃうっていうね。ああクレジでね。うん。続きまして、福岡県ラジオネーム、レミゼソラシド。うん、僕はあ、棒状のクラッカーをピノにぶっ刺した、ピノコの山という <laughs>、明治製菓の人気商品をオマージュしたやつを作って森永乳業に送りつけてやろうと思います。うん、送りつけるのか <laughs> レジ、ね、動画を見じゃないです。もう送りつけてやろう,うああこれはいけんじゃないですかこれは、うん、どうですかこうなってやっぱり1<構>一位知りたいけどね、本当の。 あ、クレイジーピノコンテストの。うんうん、いつまでなんでしたっけあれ。あれ、今日8月<あ>これちょっともう送ってみたいもんだね。あ,あ、うん、挑戦するみたいな。ううん、ああ、だからそれどれぐらいのこのレベルというかこうね、うん、具合なのか、うん、は確かに知りたいけどね。ねクレイジークレイジーピノコンテストの方ももし、はいえー、さらにこれで。 あっとね、共鳴したリスナーがいればちょっと送ってきていただければもしかしたらコーナー化するかもということでね、あと先は ht.tbs.co.jp 考えるクレイジーピノコンテストのね、話題が上がっておりましたけども、先週その意味をちょっとね、取り違えたリスナーから本当にクレイジーな食べ方みたいなのがね、送られてきて、番組取り上げたところ、他のリスナーもちょっと共鳴しましてね、いろいろ送ってきてくれたということで、コーナーから ああ、しました。クレイジーピノの。そうです。このコーナー、とにかくクレイジーなピノの食べ方を追求するコーナーでございます。うん、クレイジーなほどいいからね。早速参りましょう。うん、大阪府ラジオネーム黒板消しの繰り返し。はい。クレイジーピノコンテストですが、僕はピノを口に含み、噛まずに舐め、チョコ部分だけをなくして、バニラだけになったピノをお皿に吐き出すという食べ方います。うん、<laughs> <laughs> まあ、すごいね。基礎って感じだね。まあ、そうだね <laughs>、まあ。ポッキーとかでも。まあ、かなりこうね。 キノコの山とか。の山とか。うん、それのピーノーバーまあでも、バニラも溶けちゃうからね。これむずいけどね。チョコだけ <laughs>。めちゃくちゃむずい。これは。技術は要するという食べ方ですけどね。うん え続きまして、ラジオネーム、論より証拠の大ライス。僕のクレイジーピノコンテストは、ピノの中に小さなピノを入れ、その小さなピノの中にさらに小さなピノを入れる、ピノ漁鹿を作ります。そして、手間暇かけて作ったピノ漁鹿を開けることなく一口で食べます。うわークレイジーせっかく作ったのね。小さなピノって何聞いたことないね。もうだから、全部作るんです作るのね、ピノからね。ピノから作るってとこですよ、こね うん、それ無駄にそれはもうピノじゃないけどね。うん、オリジナルアイスでね。えー、続きまして、神奈川県ラジオネーム、雨の中の人。僕は牧場でピノを食べさせて牛を育成し、うん、その牛の胃であるジョーピノを焼肉屋で出そうと思います。<laughs> <laughs> ピノじゃねえじゃねえかい, <laughs> いや、ピノで育てた牛のやっぱり胃はジョーピノですから。ジョーピノなの <laughs> ピノじゃないのジョピノです。ピノなのはい。ピノなのピノになるのね。で、や<う>筋肉屋で出そうと思います。<laughs> <laughs> こいつ自体は食,ってな食べないん、ね、だから、もう、クレイジーだな。クレイジー,、ねーえー、次、千葉県ラジオネームゲスパ。僕はピノをコップの中にふんだんに入れ、うん、そこにミルクティーをぶち込んで飲む、ピノーカミルクティーをクレイジーに飲みつぶしたいと思います。<laughs> わすごいね。すごいでしょ。<ー>タピオカみたいにピノーカミルクティー,ー,ティーね。ー普通にうまそうでそう <laughs> <laughs> あんまいのができて <laughs> <ま>ただただあんまい液体になって。あんま,いあんまいけどなんか女子が好きそうな。ピノカミルフティーね。これは別に普通のやつに送ってください。<laughs> そうね。普通のクレイジーピノコンテストに送れるやつですから、ね。送れますね。これはね。はい。えー はい。さあ、こちらもクレイジーなピノの食べ方がいろいろ送られてきておりますよ。うんうん、このコーナークレイジーピノコンテストっていうね、実際にあるコンテストには投稿できない、はい、さらにクレイジーなピノの食べ方を送ってきてもらっております。はい、2>, 2週目でございます。はい、東京都ラジオネーム、ローンより証拠のコン大ライス。はい、ネギマのように、うん、ピノ、ネギ、ピノ、ネギの順番で串に刺して炭火で焼きます。案、うん、の定ピノは溶け、残ったネギだけを食べます。<laughs> <laughs> これどうですかこれクレイジーですね、だいぶね。これクレイジー美のコンテスト、いいですね。いいですよね。ネギだからね、結局ね。ネギ。ですからネギを送ることになる。確かにね。ほんのり甘いネギ。続きまして、千葉県ラジオネームゲスパ。僕は、僕がピノを食べる姿を見守っててくれるピノ好きの人をネットで応募し、そして集まった多くのピノ好きの前で、ピノではなくガツンとみかんを食べるクレイジーをやりたいです。 あー、クレイジーだね。これはクレイジーだね。クレイジーピノコンテストだね、これはね。ねあー。集まりました。皆さんありがとうございます。って、ガツンとミカをね、シャリシャリシャリあい、あい、い、い。聞いてたのと違うよ。違うっていう。これ、こういうことですね、でもね。こういうことですよ。岩井さんの言うクレイジーさね。はい。え続きまして。群馬県ラジオネームショッピー。 僕は、トッポの中に小さいピノを敷き詰めて、最後までピノたっぷりのトッポにして食べます。どういうことどういうことれちょっと私、これちょっと私もよく分かんなかったんですけど。トッポの中に、小さいピノを敷き詰めて、敷き詰めて最後までピノたっぷりのトッポにして食べます。ってなんかすごい、幸せそうだった、ねうん、<laughs> っ選んじゃったんですけど、思わず、うん。入らないと。はい。いろんな。これはもう、うん、 だからもう本当に丸ごとクレイジーという意味だね。入らない。そんなピノはないし。そもそも。ちっちゃいピノなんてないし。こいつ自体が多分本当にクレイジーなんだろうね。何言ってるかわかんないもん。本当にわかんないんだよね。こいつ。ラジオネームショッピーは、本当に。クレイジー。ラジオネームショッピーはもう送ってこないでください。ごめん、ショッピー。これが選んじゃったから。クレイジーリスナーに、 というただ岩井さんがちょっと岩井さんがちょっと別に分かんないでね厳しい初期こちらはですねクレイジーなピノの食べ方が送られてきてますよこのコーナー新しい食べ方を模索するクレイジーピノコンテストには投稿できないクレイジーなピノの食べ方を送ってきてもらっております3週目ですね先週クレイジーすぎてよくわからない あの、メールを送ったりするんだがね。そうですね。え、でき、ン、岩井さんがデキン宣告を受けました、ね。んあんまりクレイジすぎてもっていうね、うん、ギリギリのラインをね、送っていただきたいと思います。はい、えー、千葉県ラジオネーム、シャカリキコロンブス。伸ばしたピノを一気に冷やして糸状にし、うん、丁寧に編み上げることにより、うん、サシャに転生させてんです。<laughs> すごいね。すごい。こいつはすごい。こいつすごいね。一流パティシエ。あのサシャってさ、チョコの糸で編んでるわけじゃないしょ。スパーババ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 続きまして東京都ラジオネームババ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 イバババ ゲレンデの頂上からピノを転がし、うん、雪でかさ増しされたピノにシロップをかけて食べたいです。うん、食べたいですってことね。<laughs> <laughs> 食べたい。食べたいクレイジーな <laughs> その看板。<laughs> クレイジーだな。クレイジーっす結局、ほぼもう、雪かき氷みたいなね、状態ですけどね。最後、東京都ラジオネーム、オンリーワンメーター。私は、噂東京マガジンのワンコーナー、令和の常識やってトライで、若い女性に作らせた出来栄えの悪いピノを見ながら、本物のピノを味わいたいと思います。いいね。そう、やっぱりピノは作れって言われても作れないでしょ。今の若作れないでしょ。作れないでしょ。ちょこと間違えてソース作っちゃうから。 おやおやって <laughs> ソースじゃないのって違う違う。<laughs> でピーノ食べたこっちで。<laughs> ピノ食べたこっちで。それ見ながらピーノってうーいうね。ーーねこの他にもクレイジーな食べ方を思いついた方はメールを送ってください。はい、さあ、続いてこちらのコーナーに参りましょう。クレイジーなピーノの食べ方コーナー何これ <laughs> ああ<ー>こ,これは、ファミスタ ファミスタだピノだピノ <laughs> ギリギリ私分かりましたね <laughs> 初めてた <laughs> どり着けた岩井さんファミスタピノって何い、あのー、ファミスタ、その野球のゲームで、<ー>ピノってなんか足の速い、いや知らねえわ、ま、キャラがいるんですよね<ー>これ。 <laughs> これまたスタッフさんとちょっと、ジェネレーションギャップが炸裂しておりますけどもね。えこのコーナーは新しい食べ方を模索するクレイジーピノコンテストには投稿できないクレイジーなピノの食べ方を送ってきてもらっております。4週目に突入ということで。やってんだなね、正式なコーナータイトルと音楽がつきました。この番組はコーナーがね、生まれたらすぐちょっとこう消滅するっていうね、番組なので4週目まで残るのがもうちょっと珍しいと。 で、えー、タイトルつけて、音楽つけてというね、4週目まで残ると。はい。そういうシステムになっております。えー、さあ、それでは参りましょう。うん、クレイジーなピノの食べ方、今週も来ておりますよ。ラジオネーム、フりすぎファンタ。うん、ベイブレードのシューターにピノを取り付けて、<laughs> ゴーシュートと言ってピノを回し、うん、相手のベイブレードによって場外に弾かれたピノを拾って食べます。<laughs> <laughs> 回るかね <laughs> 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 シューッと、ねうん、そね。うん、<laughs> 我々ちょっと、ベイブレード世代ですからね。<laughs> えー、すごいですよね, <laughs> ちょっとね。キュンとしてしまるま、ね。あれも刺さるんだね、やっぱりね。ガーッ、グチャーッて刺して、うん、<laughs> グラグラン、コロンコン、パトンパトン。<の><て>まずあのかえなかったらグチャグチャグチャ <laughs> だいぶなんからクリームはついちゃうしょけどね、<ー>ちょこっとね、はいえー。東京都、ラジオネーム、ドリンクバーメモリー。 えー、僕は胸ポケットに入れたピノで銃弾を防いだ後、うん、やれやれ、命拾いしたぜ、うん、と言いながら、中に銃弾が入ったままのピノをそのまま飲み込むんです。<laughs> <laughs> そ,<な>そのまま飲み込むんです。ですちょっと、言い方がよくわかんないんですけどね、<laughs> <ー>飲み込みたいですとかじゃないんですもん。ないのね。命拾いしたぜ、と言いながら、うん、中に銃弾が入ったままのピノをそのまま飲み込むんです。うん、<laughs> こいつ何言ってんの <laughs> これはちょっと、クレイジーです。ね、ドリンクバーメモリーですけど。ね、えー、千葉県、ラジオネーム、ゲスパ。うん、僕は、催眠術師の十文字玄斎さんに、うん、この世の食べ物がすべてピノに見える催眠術をかけてもらい、うん、クレイジーピノコンテストに、僕が納豆ご飯と鮭の塩焼きをピノの串で食べてる映像を送りつけてみたいです。か <laughs> 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 これ審査インサイドはわかんないです。何にも。うん,なんか串で、鮭 <laughs> と、なんか納豆ご飯食べてるて。クレイジーすぎるよ。<laughs> こいつ怖いよ。もゲスパにしかわかんないからね。ゲスパにはピノに見えてるからわかんないよね。うん。ことですね。やばいコーナーになってきたね。いや、でも4週目続いてますからね。他にもクレイジーな食べ方を思いついた方メールを送ってください。クレイジーなピノの食べ方を送っていただくコーナーでございます。5週目と。えということですね。ということで、早速参りましょう。ラジオネーム、シャカリキコロンブス。はい。 えー、ワンピースのオープニング曲、We Are、うん、ーーの長いイントロの間に8箱食べたいです。うん、<laughs> すごいな。いや、あの、応募。いや、結構すごいよ。いそう。ああ長いでしょ、それ。あああの ゴールドロジャーの語りとか、入ったりとか、見つけてみろみ、見ろみたいな。ああそこすべて置いてきた。ああそこでも8箱。<laughs> <laughs> すごいぞ、こいつは。こいつはすごいねああだいぶ急がないとダメですけど、ねすねえー。福岡県ラジオネーム、浦井瀬湾イコール美坂かな。うんえー ピノの箱に、タケノコの里、アルフォート、コアラのマーチ、オレオを入れて、ピノの箱舟を作り上げたいです。すごい。あすごいね。いね最後でも、<ー>本当に、チョコのおかしいってなったらこいつらを詰め込んでそうだね。なんとか。うん。次の世代へ。だから世界が破滅すると。そう。うん。これはもう本当にこれだけは残していかなきゃいけないんだっていう。残していかなきゃいけないチョコのおし子だし。ほ <laughs> ら。 6個しか乗るところがないからね。そうね。うん。タケノコの里、アルフォート、コアラの町オレオ。うん。やっぱり入れて。入れるんだね。うん。うん。アルフォート、オレオとかはやっぱちょっと、ちょっと幅も取るしね。ああ。あの箱の中で。サシャあたりも入れてんだよ。だからサシャとか、小枝とか、うん。が、ギリギリでも、プッカとか。うわーあー、トッポ。もう、もうすごいよ。チョコボールも。チョコボールもそうよ。うん。 とか、それこそキノコの山も。俺も入れてくれって来るでしょキノコの山無理よ。タケノコの里は行くけど。タケノコの里がもうけし、け落として、こいつらが。ピノの箱舟ね。箱舟っていね。続きまして、えラジオネーム、ガイルガーゴイル。冬の寒い日、お金の支払いと時間を掛け合わせたトリックで、一問安くピノを食べる、トキピノをやってみたいです。 今何度代っいって今何度代って言って時そうならんね、時ピノ。ピノの屋台があればな。<laughs> <laughs> 冬の寒い日ですからね。<ー> <laughs> <laughs> ピノの屋台でね。すねえー、時ピノ。うん、いいですね。えー、表記のラジオネームダサク僕はアイスクリームの女王様に、クーリッシュを体に垂らされたり、うん、ホームランバーでお尻を叩いてもらって、うん、なんやかんやお仕置きされた後、ご褒美にピノを食べさせてもらってます。<laughs> すごい店だね。すごい店だね。アイスクリームの女王さん。ピノを食べさせてやるよって言われて、ケツの穴突っ込まれる可能性もある。こっちの口から食べない怖いよ、怖いよね。で、最後、小豆バーでボコボコにされる。硬いよ、小豆バー。った小豆バー。小豆バーが一番いいって言うからね。やられる側は。やられる側はね。硬さがいいっていうね。そうそう。ということで、岩井さん。はい。ここまで盛り上がってきました、こちらのコーナーですけども、 のクレイジーピのコンテストが日日火曜日に終了したと終わってんじゃねえかね終わっております <laughs> なので森永さんが終わらせてるのに、うん、TBS ラジオの,この番組が勝手に続けるのもよくわからないのでコーナー終了ああ<ー>ええー、終わりですか5週目で終了と本家の採用は何だったんだろうな本家のクレイジーピノコンテストは結局途中から全く追っかけてます <laughs> <laughs>